平川アニーを演じる歌手で女優の森山良子さん。気になるのはアニーの正体ですよね。朝ドラでの見事な英語力もですが、森山さんのことが気になって少し調べてみると驚愕の事実が判明したのでご紹介していきたいと思います。森山良子は本名で1948年1月18日生まれの現在74歳、東京都のご出身で、血液型は B 型、学歴は成城学園高等学校卒業。彼女が芸能界に入ったきっかけは、友達の代わりでラジオに出た時に、即興で作って歌った曲がたちまち評判となって、リクエストが殺到したことで、レコード会社から声がかかったからだそうです。ずっと歌手になりたかった森山さん。それだけではなくて、もともと高校の時フォークグループを結成していて、先輩だった黒沢さんの家で歌ってたそうです。その黒沢さんというのが実は、世界の黒沢こと黒沢明監督だったというのは、嘘みたいな本当の話。その素晴らしい歌声と才能に監督は、黒沢プロからのデビューを勧めたほどで、黒沢明監督の秘蔵っ子だったというのは有名です。今では学校の音楽の教科書にも載っている。1967年、この広井の原いっぱいという曲は、偶然見たスケッチブックの詩にわずか30分で曲をつけたものなんだとか。この曲こそがラジオで評判になったデビュー曲で、いわゆる当時のカレッジフォークソングでした。本来はジャズ歌手を目指していたという森山さん、その後も数々のヒット曲を生み出します。1969年の大ヒット曲「禁じられた恋」は日本レコード大賞大衆賞を受賞し、 NHK 紅白歌合戦に初出場することになって、歌謡曲の女王と呼ばれるようになります。1998年長野五輪の開会式では、テーマソングを世界に向かって歌ったのも彼女です。サトウキビ畑やナダソウソウという心にしみる名曲が次々に生み出されたのも、彼女のルーツであるフォークソング、さらにはジャズがあったからこそ、あの独特の情感が生まれたのではないかと思います。さて、森山さんとジャズとの関係とは。そこには彼女の生い立ちが密接に関係していたのです。森山家は両親と兄と森山さんの4人家族で、父の森山久志さんはサンフランシスコの写真屋に生まれた日系2世で、後に日本に帰化しています。生のルイ・アームストロングを聴いて、本場でトランペットを学んだという日本のジャズトランペッターの草分け的存在。歌手としても有名でした。昭和9年からは日本で活躍し、あの東京ローズにも参加した日本のジャズ界の伝説の人。若かりし頃の父親の思い出はというと、とにかくルイ・アームストロングの大ファンだったこと。実際父親は日系2世でしたから、英語の方がずっと上手だったこともあって、ルイ・アームストロングが来日した時に羽田まで自分の車で迎えに行ったそうです。そんな父親にサッチモもすごく心を開いて、ホテルでいろんなおしゃべりをしたことを小さい頃からよく聞かされていたんだそうです。おまけに母親は元ジャズシンガーで、母方のいとこは元ザ・スパイダースの釜谷津博さんだったというバリバリの音楽一族。家では常にジャズの名盤が聞こえていたといいます。アメリカ生まれの父親は、正しい英語の発音ができなければできるまで遊びに行かせてもらえなかったそうです。だからあれほど流暢な英語なんですね。もちろん音楽にも厳しかったそうで、森山さんが口ずさんだ歌が少しでも音程やリズムを外すと、みっちり直されたんだとか。自然と将来は母親と同じジャズシンガーになりたいと思うのは当然のことでした。そしてもう一つ、彼女にとって絶対に忘れられないことがあるそうです。それは限りなく優しかった兄のこと。若くして急性心不全で急逝したお兄さんは、親友にも言えない悩みや
仕事であった辛いことなど、何でも打ち明けることができたたった一人の人で、お兄さんも、そんな可愛い妹の話を、文句も言わず、じっと聞いていたそうです。森山さんは、そんなお兄さんを突然失い、時が経っても、悲しみは癒えるどころか、ますます大きくなっていったのだとか。そんな折、沖縄の3人組ユニット、ビギンから、1本のテープが届いたんだそうです。そこには、こんなメモが添えられていたそうです。なだそうそう。それが、涙がポロポロ溢れて止まらない。という意味だと知った途端に、お兄さんを失った悲しみがこみ上げてきて、その気持ちを、そのまま曲に乗せたら、名曲、なだそうそうが出来上がったのだとか。そして、歌えば歌うほどに、悲しみが癒されていったそうです。森山さんの歌が心に刺さるゆえんは、そんな生い立ちが深く関係していたから、と言えるのではないでしょうか。また、女優としても名作ドラマ、金曜日の妻たちへ3、恋に落ちてでは、不倫する主婦を好演していた森山さんですが、プライベートはどうだったのでしょう。実は、2回の結婚と離婚を経験している森山さん。一体何があったのでしょうか。さらに調べてみると、初婚のお相手は上智大学の学生さんで、1969年の森山さんのショーで知り合って、1971年には結婚式を挙げています。しかし、入籍の頃にはすでに、お互いの心に溝ができていて、子供ができたことでやっと入籍したそうです。案の定、うまくいくわけもなく、入籍から半月後には破綻。着のみ着のままで実家に帰っています。離婚の理由はいろいろあるでしょうが、夫が子供すぎてうまくいかなかったそうです。元夫の父は鉄工所を経営していて、息子にはわがまま放題させていたと言いますから、無理もない結果だったとも言えます。しかし、離婚話になかなか応じなかったため、第三者を立てて話し合いを進めて、ようやく1975年に離婚が成立。やっと解放されたその半年後、今度は一時、マネージャーで、ジェームス滝で活動していた元歌手で、音楽ディレクターの相良直嗣さんと再婚。別居中にすでに付き合っていたそうですから、結婚に失敗した反動も大きかったのでしょう。晴れて再婚した時には、今度こそ死ぬまで一緒に頑張りたい。そうまで言っていた森山さん、男児を授かったにもかかわらず、またしても離婚してしまいます。2回の結婚で2人のお子さんがいるのですが、1人目の夫との娘さんは、森山奈穂さんという方で、その道では、知る人ぞ知る有名人で、ベティ・ブーカというウクレレコーラスデュオのメンバーの一人として以前活動していて、2006年にお笑い芸人の小木矢作の小木博明さんと結婚しています。二人を引き合わせたのがあの人、芸人のまちゃまちゃさんだったそうです。なので、小木さんは森山さんの義理の息子になります。現在も2世代住宅に住むほど仲がいいようです。そして、再婚相手のジェームス滝さんとの間に、1976年に生まれた息子が、ヒット曲、桜で知られるミュージシャンで、朝ドラ、カムカムエヴリバディの主題歌の、アルデバランを作詞作曲した森山直太朗さん。離婚したとはいえ、ジェームス滝さんは、直太朗さんの誕生日にライブを開催したりと、現在も2人の仲はいいそうです。ちなみに直太朗さんのマネージャーは、姉の奈穂さんなのだそうです。しかし、小木や兄の小木さん出演のバイキングに電話一本で呼び出されるなど、弟分としてまさかのパシリ扱いされるなど、お互い冗談が通じ合うほど、とっても仲がいいんだそうです。日系二世に生まれて、二つの祖国の間で揺れ続けた。日本のジャズトランペットの第一人者だった父と、元ジャズシンガーの母との間に生まれた森山良子さん。兄役のオファーをされた時、こんなことを思ったんだそうです。父は、サッチモのことが大好きだったので、
今回のことも天国で喜んでいると思います。そんなつながりのあるルイ・アームストロングは私にとっても子供の頃からとっても特別な人でした。出演が決まった時は私もこの作品に絵も言われぬご縁を感じて、何とも言えない本当に胸が詰まるような思いになりました。と感慨深げだったとか、カムカムエヴリバディに登場する人々の中に彼女の波乱万丈の人生の断片のようなものが散りばめられているように感じるのは私だけでしょうか。森山さんのことをこれからも陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。